こんにちは。副業コーチの吉成里志です。よろしくお願いいたします。さて、今日はネットにおける誹謗中傷の対策、対処法についてお伝えしていきたいと思います。この対処法につきましては3つですね。えー、まず、そもそもブロックする。で、2つ目が、えー、あなたが誰かを傷つける投稿、発信をしていないかを確認する。そして、3つ目としては、喜ぶ。 この三つの対処法について具体的にこれからお伝えしていきたいと思います。まず一つ目のこちら、ブロックするということなんですが、あの、まあ、ちょっとこの、今回の動画投稿しようと思った大前提、まあ、その背景の事情を説明させていただきますと、僕、ストアカという、まあ、ああの、オンライン上で先生が教えて、えー その、まあ、先生っていうか、まあ、誰でも先生になれるんですけれども、えー、こういうことを教えたいっていう、まあ、先生として立候補して、そしてその先生から、そしてその先生が提供する講座を学びたいっていう人が、まあ、自由に学べる、そういうようなプラットフォームがあるんですが、僕そこで YouTube 講座をやっていたりするんですね。で、そこでたまにある質問の中の一つが、えっ、ー、と、こちら。 誹謗中傷が怖いですとか、そういう時対策どうするんですかとか、そういう方、そういうお悩みがあるので、よくお答えしているんですね、今回のテーマというのは。それについてお答えしていってるっていうのはこの動画なんですが、一つ目のブロックするということですね。特に YouTube なのであれば、誰かも誹謗中傷のコメント来たらもう削除できるし、あとそのコメントしてきた人をブロックして、今後はその人がそのアカウントでコメントすることができなくなりますし、あとはですね、あの、そもそも、 え、コメントできなくするっていう。最初もう、その、いいコメントも悪いコメントも、何が来るかわからないから、とにかく怖いから、コメントしないようにする。あるいは、その、いいねとか悪いねとか、そういう評価もしないようにするっていう。 あの、設定が YouTube ではできますので、えー、まあそちらをご利用いただければと思います。で、もちろん YouTube 以外にも Facebook、Twitter、Instagram などなどあると思うんですけれども、それもブロック機能、基本的にあるので、もし何か嫌なことを言ってくる人がいたら、もう即ブロックして、今後コメントができないようにしてしまうという対策が取りますので、ぜひこのブロックなどですね、えー、活用していただければと思います。それでは続いて、二つ目ですが、これはですね、 あなた自体に原因がないかということなんです。あなた自体がもしかしたらその誰かを誹謗中傷するような、逆に誹謗中傷されるのではなくて、誰かを誹謗中傷するような投稿をしていたり、わざとじゃなかったとしても、誰かを傷つけるような投稿をしていないかということなんですね。で、例えばこれ僕自身にも当てはまるっていうか過去にあの、経験があるんですが、ちょっとですね、あの、納豆 <laughs> あの僕、他にも美容健康チャンネルやってるので、納豆 納豆について、納豆って誰もが疑いようがない健康食のイメージがあるじゃないですか。本当にそうなのかなというところを僕が調べた上で、納豆も実は必ずしも、えー、いいところばかりではない。納豆の危険性の部分もちょっと動画で投稿したことがあるんですが、そしたらですね、お前納豆を作ってる人に悪いと思わないのかとか結構誹謗中傷コメントが来たんですよ。まあ、確かにそうなんですよ。あの、僕自身は、まあ、あの、納豆、 納に対して納豆を作っている人が見たら、ちょっと嫌な思いをするような投稿したかもしれないので、もちろんそういうような誹謗中傷のコメントを受けるのは、うん、これは、まあ、あのー、その投稿した以上、まあ、避けられない部分というか、まあ、来ても当然かなというところでありますので、そもそも、えー、あなた自身がですね、まあ、今回の納豆の例のように、何かを、 誹謗中傷してないかというか、まあ、誰かからお,お叱りを受けるような、批判を受けるような投稿していないかということを確認した上で、もうそういう投稿してるんだったら受けてしょうがない、受けて当然っていうふうに開き直るというか、まあ、認識していくしかないですよね。で、もちろん、そういう誹謗中傷がコメントが怖いんであれば、 差し触りのない投稿をせざるを得なくなっちゃうと思うんですよ。こう、何に対しても誰に対しても悪い思いをさせない投稿っていうのは結局、その誹謗中傷コメントを受けない投稿ってそういう風になっていくと思うので、そうすると逆に投稿する意味があるのかなっていう風に思っちゃうんですよね。はい。あの、誰からも あの、批判を受けないっていうことは、ほんと差し触りのない、つまらない投稿じゃないですか。なので、ぜひ、そこら辺はバランスを取りながらですね、あの、ちょっと攻めながらも、批判嫌だなと思ってる人は、攻めながらも、批判を受けない程度に、あるいは、もう批判を受けても、いいっていう覚悟で、こう、バコーンって攻めていくっていう投稿がいいのではないかなと、まあ、そういう心持ちで、えー、やっていただければなと思います。では続いて最後の3つ目ですが、これは、喜ぶっていうことなんです。えー、これは今の僕、このチャンネルを特にやってる僕からすると、 誹謗中傷でもいいからコメントくれっていう感じするんですよね。<laughs> はい。この僕のアカウントもともと一番最初に実は使っていたアカウントで2011年の9月か8月ぐらいに開設したんですで。当時はこのようにビジネス系というか自己啓発系の投稿じゃなくて本当に、えー、下ネタとか恋愛とかもう過激なものばっかりやってですね。はい。で、途中からメイク動画に行ったりとか、こういろんなこと、うよ曲折変遷を得てここにたどり着いているんですね。なので、 既存の登録者っていうのはもうほとんど見ていただいていないですし、これご覧になってわかるように、えー、この動画も再生数数十回止まりなんですよ。もうコメントが入らないんです。やっぱりそれぐらいしか見ないと。なので、もう僕的にはですね、もう誹謗中傷、批判でもいいからコメントくれと思っちゃうんですよ。これ何が言いたいかというと、批判が来る、誹謗中傷が来るっていうことは、それだけ動画が見られているし、あるいは、その良くも悪くもその人の感情に刺さる、尖った投稿、ですね。 えっと、ちゃんとこう、尖った意味のある主張というと変なんですが、こう、尖っているちゃんとした、えっとと、届く人の感情に届きうる投稿をしているということだと思いますので、ぜひ喜んでいただければなと思います。はい、今回の動画についてまとめます。まず一つ目、ブロック機能などを使って、えー、まあ、 あの、批判が来たらブロックしたり、あるいはそもそも YouTube とかだったら批判が怖いようでしたらコメントができないような設定もできます。そのような設定にしていくということです。そして二つ目は、そもそもあなたが批判を受けるような、誹謗中傷を受けるような投稿。まあ 誰かの誹謗中傷などをしていないのかということを確認してみてください。そして、三つ目ですが、喜ぶということです。もうここまでいければ最高です。もう、誹謗中傷の目からコメント来たら喜ぶっていう、もうそこまで来たら、もう最高の精神状態、怖いものがないと思いますので、ぜひぜひ、この辺を参考にしていただきながら、怖がらずに、ぜひ、あなたの、 人柄、あなたの思い、あなたの主張をこの YouTube などで、まンまン発信していただければなと思います。そしてそれを続けたその先には、あなたがまだ手にしていない、きっと豊かな人生、今よりもさらに成長できる人生があると思いますので、ぜひトライしていただければなと思います。 今回の動画についてはここまででございます。このチャンネルでは仕事を楽しくする、あるいは楽しいことをどんどん増やしていく、そういうヒントになるような投稿をさせていただいております。この分野にご興味のある方、よろしければチャンネル登録お願いいたします。また、動画の下の、えー、コメント欄に、えー、LINE の、僕の公式 LINE の、えー、登録できるリンクがあるので、よろしければ登録していただけると無料のプレゼントとか、あとは、まあ、あの、バンバン。 あの、LINE でコメントいただいて、あの、ご質問とかいただければ何でも回答しますし、あとは LINE だけで発信する情報などもありますので、よろしければ登録お願いいたします。それでは、今回もですね、えー、最後までご覧いただき、誠に感謝です。本当に最後までご覧いただき、ありがとうございました。